乃木高行乃木高行高下元年明治40年は、明治期の大日本帝国海軍軍人。最終階級は、海軍少佐。異海軍党は、聖六位、君後党。現在の山口県出身。陸軍大将、乃木マレスの父親、乃木臨次の兄にあたる乃木高蔵有信の養子、乃木高政の養子となる。維新後に、海軍軍人となった。 明治8年の時点で海軍中尉、明治16年の時点で海軍隊員であった。明治18年海軍隊員の階級で練習官立山の船長を務めた。明治22年1889年5月15日海軍少佐の階級で佐世保鎮守府海兵団副長に任じられた。明治30年1907年7月17日死去。 小禄位を追造された。野木真レ家とは、親戚関係にあることから信仰があった。野木真レ家日記、明治8年7月14日上には、玉木と同時期赤坂の野木にいる公行在宅とある。高雪の養子の野木公造りは、野木神社函館文社の社号表を記号した。野木真レ家の野木家が、長府藩士の家であるのに対して、高雪の野木家は、長州藩士の家であった。 放録は調布の野木家が80国、萩野野木家が250国であった。また、調布の木家も萩野木家も、G の家柄であったが、調布の木家の方は、継ぎの代で範囲ではなく、大間回り組に編入された。ザネーバルデータベース人名辞典、ののぶ。2020年10月10日閲覧。中山交渉。野木マレスケ日記明治8年。資料紹介。 55ページ上段、ありがとうございます。